さん、吉谷さん、私ね、広島からなんですけども、千葉の、なんですか、千葉ですね、千葉のヒルトンだったかな、空港の近くにヒルトンホテルっていうのがあったと思うんですけども、そこまでね、軽自動車で行ったことがあるんですよ。で、しかもね、何度も繰り返し行ったんですよね。行ったり来たり行ったり来たり、本当に長距離ドライバーみたいな感じですけども、で、出たばかりの、その、方のね、一番古い方のワゴン R10 年落ちで行ったんですけども、そのワゴン R ね10万円 でマフラーが壊れてて、なんかね音がねボコ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 鳴る、ちょっとね乗ってて大丈夫かなみたいなやつだったんですよ。それで行ったんですけども、やっぱりね到着したらね、え、広島から来たのすごいね、大変だったねって言われたんですよ。で、これから一人で運転して帰るのって言ったら、一人ですみたいな感じだったんですよね。で、やっぱりね、ゴール、その道のりをバンとね見せるとすごいねってなりますけど、乗ってる時って案外ね、このなんていうのかな、10キロごとの連続なんですよね。10キロをかける100回やったみたいな感じなんですよ。で、軽自動車で10キロって別に走るじゃないですか。で、なんだかんだで1年間かけて1万キロとか走ってますよね。2万キロとかね、それが連続しただけなんで、しかも休憩も取りながらね。だからやってみたら別にできるよと、大したことじゃないかなっていうところではあったんですよ。車中泊もしましたしね。で、楽しいわけですよ、それも結構。でもやっぱりね、ちょっと感じたのは、行くじゃないですか。で、いろいろ物が、用事が終わったら、帰るだけになっちゃうんですよ、用事が。さすがに帰るときはね、うわ、帰るのか大変だなーみたいに思いましたね。うん。行くときって、行ったらあれしよう、これしよう、それしよう、新しい土地で何が起こるんだろう、旅の途中どんな面白いことがあるんだろうっていうふうに考えて、ワクワクしてるんであんまり感じなかったんですけども、全部用事が終わって、楽しみが過去のものになって、ただ帰るだけ、帰ったらまたねバイトが始まるみたいなね、当時ガードマンのバイトしましたけどもと思ったら、結構億劫でしたね。でもどうなんですかね、ネットビジネスで例えば YouTube の、動画を作るとき、ちなみに私ね、このサブチャンネルになって200本作ってますね。200何本が作ってるみたいですね。でも振り返ってみたら結構作ってるなと思うんですけど、やってる時っていつもと同じペースやってるんで、なんてことはないかなと思ってるんですよ。だからこのいつもと同じペースでやってるってのがミソですよね。だから最初はいつもと同じペースってのがずっとやってない人にとってみたらゼロですから大変なんですけども、毎日10本20本動画を撮ることが当たり前になったら、いつもと同じペースが10本20本ですから、ちょっと気合い入れでやったら50本いくんですよね。で、手を抜いて2、3本しかやんなかったら、いやーすごい楽しちゃったな、なんかやべえな、次の日頑張ろうみたいになって、逆に反動でもっとやるみたいなね。なんかそんな感じですよね。なんかその、当たり前のことを当たり前にやるって昔から言いますけども、その、プロの YouTuber の中でも、ちょっとだけ動画作ったらそれがね、100万回再生されるとか200万回再生されるみたいな方は、ちょっとでいいと思います。それが当たり前だから、それを当たり前のペースでやればいいでしょうけども、一つの動画で数十とか数百の再生数しか稼げないって思ったら、かける100とかやって、1000回、2000回っていう風な回数稼いでいかないといけないのですよね。そうなったら、まあ、数やるのが当たり前になってくるんですよね。で、ネタがないやないかっていう風な人もいると思いますけども、いや、ネタだらけだし、究極はネタなんてなくたって、私なんて沼とか池に行ってね、カモがなんか泳いでるところをこうやって撮ってあげてるのもありますし、なんか5秒だけね、空を映して入って終わるのもありますし、結構やっぱりあるなと思うんですよ。で、動画を量産するのがなかなか難しいって方に、私ね、誰でも共通して作れて、しかも無限にできて、ある程度の再生数がロングテールで望めるものっていうのがあるんで、それをやればいいんじゃないかなっていうふうにアドバイスするんですけど、やらないですね。それは何かっていうと、世界の名言とかね、音楽家の名言とかね、科学者の名言とか、漫画の中の名言とか、こういうふうに、カテゴリーを分けてね、その世界の名言だよっていうふうにまとめたら、何でもありますよね。学校の先生の名言、俺の名言とかね、中国の三国志に出てくる名言とかね。で、ネタは検索すれば出てくるんで、山ほど量産できると思うんですよ。で、この名言っていうのは、誰かが顔出しする必要ないし、なんか、いわゆる文字だけでもいいし、あれだったらね、文字を出して読み上げるっていうのもいいですしね。
でしかも例えばこんなことがありますって言う必要もないし言ってもいいしすごい汎用性が効くし、その名言っていうのは誰が言ってもいいわけじゃないですか。それで誰から聞いてもいいわけじゃないですか。だからそういう動画をずっと作っていってもいいんじゃないかなと。実際これ再生数取れてますからね。だからね、やることって山ほどあるなと思うわけなんですよ。でやるんだったら1日も早くやった方がいいなと。行動期間が長い方は絶対得だなと思いますね。何しよう。だから最近ね、吉田さん、あの車の動画ってむちゃくちゃ多いですよね。で車の動画を見始めたら、その車関係でまた細分化されてものすごくテーマが多かったりするんですよね。あの、まあ、レクサスもそうなんですけども、レクサスはあらゆる種類のあらゆる解説があるんですよ。でディーラーの方がやってるやつもあったり、あとはね、そのレクサスの内装をどうやってバラすかみたいな動画もあったりね。でバラしてなんかコネクタ入れてまたはめて、 iPad とかをこう自分でね、そのダッシュボードのとか iPad を埋め込んで自分でこうそういう DIY で車の中が改造できますよみたいなね、すごいなと思いますよね。確かに、あの例えばそうですよ、イエローハットのカーピットのところで勤めてるエンジン屋さんなんてのはできるじゃないですか。でそれを別に YouTube の前でやっても全然構わないわけですよね。でもちろん会社にいる間はいろいろと問題が起きるかもしれませんけど、辞めてやるとかね、辞めてそのスキルだけを YouTube でやれば、それを見てね、同じようにこうメンテナンスとか工事する人が出るわけですから、なんかその情報はいろんなものをね、あの無料化していくのかなと思いますね。いやすごいね。あと野球のね、技とか剣術とかね、あらゆるものがもう今ね無料で提供されている。そしてこれはおそらく何年経っても何十年経っても残り続けるんで、あの後継者をたくさんね作り続ける、そんなね宝になっていくんじゃないかなと思いますよね。私もなんかね、この人の動画見て自分も身につけていこう、勉強しようみたいな、そんなね後継者を作れるような動画が、いつかそんなことやりたいな。今でもなんか一部そういうことやってるかもしれませんけどね。いやーすごい、まさに動画は遺産だと。いってらっしゃい。